キンジャールとは、ロシア語で、両刃の探検を指す言葉であり、英語の、ダガーに相当する短寸の刀剣類を指す言葉である。金及び銀と、トルコ石による装飾の施された、キンジャール本来は特定の様式の刀剣のみを指す、言葉ではないが、現在では、カフカース地方で用いられた探検の一種を、特定的に指す単語として使われることがある。本項目ではそれら、 カーマ・キンジャール、コサック・キンジャール、カフカース・ダガー等と呼称されるものについて記述する。ツバを持たない両場の探検でカフカース地方で伝統的に用いられたほか、18世紀から始まったロシア帝国の南下政策によってカフカースが植民地化されるとコサックの装備として取り入れられた。コサックによって広く用いられたことからロシア帝国においては 探検に分類される刀剣の代表的なものとなり、カフカース様式を持つ両刃の探検を単に、キンジャールと故障することが一般化した。現代においては、キンジャールの名で呼ばれるものは、ほぼ同一の様式になっているが、カフカースの諸地域独特の様式を残したものは、現在でも存在している。大まかな形状は同一であるものの、刀身や鞘、殻の形状や施されている装飾。 および用いられている材質には地域による独自性があり、産地による特性を見ることができる。起源はカフカース地方で広く伝統的に用いられていた両場の探検である。カフカース地域がロシア帝国による侵攻と支配を受けるようになると、当地で用いられていたカーマと呼ばれる独特の様式の探検がコサックを中心に用いられるようになり、カーマ近者ある。 カーマ様式の探検と呼称されるようになった。以後はコサックにとっての重要な軍装品となり、シャシカと呼ばれるサーベルを博士し、金ジャールを体験するのがコサックの清掃となった。第二次世界大戦においてもコサック機兵はシャシカと金ジャールを装備して実戦に参加している。現在でも儀礼用の装飾品として用いられており、美術的価値の高いものは 美術工芸品として売買されている。現代に制作された品でも古式にのっとった装飾を施したものが作られており、巧妙な品を模倣して作られたレプリカ品や葉を持たない模擬刀剣も販売されているほか、現代ナイフのデザインモチーフとしても用いられている。全長は40センチメートルから50センチメートル程度で、ツを持たない合口様式の探検だが、柄の握る部分が、 刀身の幅に比べて細くなっているため円に当たる部分が実質的な粒として機能する形になっている。柄は円より一段細くなった後に塚頭が大きく張るが身幅よりも広く張ることは少ない。柄長は標準的には刀身の2、3程度だがそれより長いものまた短いものもある。全体としては平板な形状をしていることが大きな特徴である。 刀身は両面にしのぎ筋のある菱形断面を持ち、切先に向かって緩やかに細くなっている。切先と両脇の肺外の部分には彫刻が施されるものが一般的である。彫刻の施されないものでも、刀身の中央部にトイを彫ったものが多い。鞘及び柄には細密な彫刻が施され、宝石や磨き上げた石といったものが飾られる。 鞘には木や革の多真鍮や銅といった金属、金や銀などの貴金属も用いられ、総金属製の鞘が多くある。柄には金属の他に、下見や黒炭などの高級木材、動物の牙や骨といったものも使われている。ソビエトで開発されたミサイルの一つである 3K95 艦対空ミサイルには、キンジャールの名称が付けられている。英語の綴りのうち、キンジャールから。 日本語のカタカナ表記では、キンドジャールとも表記される。タンスンの刀剣類の打ち方派のもの、もしくは両刃であっても反りのあるものは、ベーブトと総称される。刀剣を腰に巻いた帯から吊り下げて傾向すること。ありがとうございます。